皆さんこんにちはクリエイタージャパンの佐原舞ですこのステップ3では動画に特殊効果を加えるエフェクトとオーディオの追加そして動画の書き出しまでを学んでいきます。ステップ1とステップ3で編集したプロジェクトファイルを開くまたはサンプルファイルをダウンロードしてプレミアプロを立ち上げてください。それでは一緒にプレミアプロの基本操作を学んでいきましょう。 先ほどもお伝えしましたが、プレミアプロでは映像にエフェクトという特殊効果を加えることができます。その中でもまず今回はビデオトランジション、映像の切り替わりのタイミングで印象を変える方法についてご紹介します。今回も編集にあったワークスペースに切り替えたいので、こちらワークスペースをクリックしてエフェクトに切り替えます。はい。 では、エフェクトパネルを確認していただいて、様々な詳細があるんですけど、今回はこの一番下のビデオトランジションをクリックしてください。はい。そうすると、このように詳細が表示されます。次に見ていただきたいのが、このディゾルブというところです。こちらもクリックしてください。はい。そうすると、こういった詳細が出てきます。今回は、この一番上にあるクロスディゾルブを使っていきたいと思います。今、皆さんに このクリップのカット編集とタイトルを入れていただいている状態になりますがこのクロスディゾルブをですね、はい、005のクリップから006このクリップのこのタイミングですね切り替わりのタイミングでこのクロスディゾルブを適用していきたいと思います。まずクロスディゾルブを、 クリックしていただいた状態でこの005-006の間ですねこの部分を意識してドラッグドロップしてみてくださいこのようにですねはいそしてこの状態で話してあげます、はい、皆さんそうするとこの映像が今変わったの分かりますか少しね表現が変わりましたよねこのようにビデオトランジションのクロスディゾルブを適用することができました一度再生していきます はいこのような感じですね適用していないクリップはこのように、はい、クリップが切り替わるんですけどクロスディゾルブは徐々に次の映像が下から見えてきてそして切り替わるっていう風な流れになっております。はい、で注目していただきたいのがここですね、はい。エフェクト名のクリップハンドルを確認することができます。 で、こちらなんですけど、少しですね、このクリップハンドルの今ですね、左端にカーソルを持っていくと、このようにアイコンが変わりました。この状態で少しですね、選択した状態で長くしてあげたりとか、はい。長くしてあげると、このクロスディソルブの適用の時間を長くすることができます。はい。また短くしたい時も、同じようにクリップハンドルの端に 合わせてあげて、そして長さをこのように直感的に調整してあげます。はい、このようにですね。はい、ここで印象を変えることができますので、この部分で調整してみてください。今、クロスディゾルブを適用しているんですけど、プレミアプロには他にも様々なエフェクトがあります。今回、3つのトランジションをご紹介していきます。適用したエフェクトを削除したいときは、この クリップハンドルを選択していただいてデイトキーを押していただくと、はい。このように適用する前に戻すことができます。皆さんにご紹介するトランジションを適用していきたいと思います。まず一つ目がスプリットです。こちら適用していきます。一度再生していきますね。はい。このような感じですね。中央から左右に扉が開くように映像が切り替わるのが、このスプリットの特徴となっております。 二つ目がホワイトアウトです。こちらも適用していきます。はい、では再生していきます。皆さん分かりましたでしょうかこのように前の映像が徐々に白くなり次の映像に切り替わるのがホワイトアウトの特徴です。そして三つ目のエフェクトがこちらです。ホイップですね。こちらも選択してドラッグドロップで適用していきます。では一度再生していきます。 はい。このような表現ですね。少しこのクリップを短くしていきますね。もう一度再生していきます。少しね、かっこいい表現になったと思いますが、横にスライドをしながらブラーがかかり映像が切り替わるというふうな表現になってきます。今回ご紹介したエフェクト以外にも様々なエフェクトがありますので、ぜひこちらも確認してみてください。 次はクロップという上下左右をトリミングするエフェクトを適用し映画風の表現を追加していきたいと思いますまずプロジェクトパネルにあるこちらですね下の方にある新規項目をクリックしてくださいそしてこの真ん中あたりにある調整レイヤーを追加してくださいこちらクリックしていきます、はい そうするとこういった詳細が出てくるんですけどこの詳細のオッ OK なのでこちら OK をクリックしてください、はい、そうすると調整レイヤーを追加することができました先ほどはこのエフェクトを直接クリップに適用していったんですけど今回はこの調整レイヤーというのを活用していきますまずプロジェクトパネルにある調整レイヤーを選択します そして今 V3 の上にこのトラックがない状態になってくるんですけど調整レイヤーを選択していただいた状態でこの V3 の上ですねはいこちら今 V3 の上が表示されていないんですけど調整レイヤーをドラッグドロップしてみてくださいはいそうするとこのように V4 のトラックを追加することができましたこのようにトラックはどんどんですね追加することができますので安心してください 今回この調整レイヤーを V4 のトラックに配置します。そしてこちらですね、この動画の尺と同じように調整していただきたいので、調整レイヤーの右端を選択していただいて、この調整することができるアイコンを確認することができましたら、このようにクリップの長さを調整してあげてください。皆さん、ここまで大丈夫でしょうかはい。では、 早速ですね、クロップを適用していきたいと思います。エフェクトパネルで今回ですね、この検索のところで、クロップと検索してみてください。そうすると、このクロップを確認することができます。クロップは、このビデオエフェクト、トランスフォームの中にあります。でこのクロップをクリック、選択していただいた状態で、調整レイヤーにドラッグアンドロップしてください。クロップを選択して、調整レイヤーにドラッグアンドロップです。 はい、今適用しただけだとさっきのこのクロスディゾルトブとは違って何も今見た目は変わっていないですよねでこのクロップを調整する時はエフェクトコントロールを確認していただきますこちら少しねエフェクトコントロールパネルで下にスクロールしていくと今こちらクロップっていうのを確認することができます適用する前ですね一度こちら取り消ししますね右クリックをして取り消し はい、今調整レイヤーのみの状態になっているんですけど先ほどと同じようにクロップを選択してドラッグアンドロップしていきますそうするとエフェクトコントロールのところで追加されるのを確認することができますのでこちらも注目してみてくださいクロップを選択してドラッグアンドロップです、はい、そうするとこのようにクロップを追加することができましたこのクロップにはですね左上右下というふうな詳細があります このパーセントの数字を、はい、上げてあげると、今、こちらですね、プログラムモニターを見ていただきたいんですけど、こちらでクロップの数値を変えることができます、はいで。今回ですね、皆さんにはこの上を12と入力してください。数値のところでクリックすると数字を入力することができます。12%にします。でまた、この下の部分を同じように12と入力してください。そしてこちら エンターを押していきます。はい。そうすると、今ですね、先ほどまでクロップがない、このような状態だったんですけど、クロップを適用して、上下に12%追加することで、映画風の表現を追加することができました。このようなクロップを追加するだけで、映像の表現を変えることができますので、ぜひこちらもですね、今後の編集で使ってみてください。 次はオーディオの追加と追加したオーディオのボリュームを調整する方法を解説していきます今回もワークスペースをですねこちらクリックしていただいてオーディオに切り替えてくださいはいこちらのワークスペースで解説していきます皆さんが使用したい音源素材があればファイルを読み込んで追加することも可能ですしプレミアプロ内からもアドビストックの素材を取り込むことができます 今回は AdobeStock のミュージックを使いたいので、こちらエッセンシャルサウンドの参照をクリックしてください。そうすると、こちらですね、AdobeStock のミュージックを確認することができます。この AdobeStock では、ムード、ジャンル、フィルター、ご自身のイメージに合うミュージックを探すことができるので、ぜひこちらですね、クリックしていただいて、ムード、そしてジャンル、 フィルターなどを確認してみてみください今回動画のイメージに合う BGM を選んでいるのでそちらを使っていきたいと思います。こちらの検索のところで Life in Nature と検索してください。Life in Nature ですね。はい。こちら入力することできましたら Enter を押していきます。はい。 そうすると今検索結果が表示されました一番上にこちら Life in Nature のオーディオを確認することができます一度この再生マークで再生していきますねはいこちらを利用していきたいと思いますもしこの Life in Nature の BGM が見つからない場合は他の BGM を選んでいただいて大丈夫です、はい なので、こちら、ライフインネイチャーをクリックしていただいて、今回ですね、A2 トラックに追加していきたいと思います。オーディオトラックですね。そして、このライフインネイチャーを選択した状態で、ドラッグドロップですね。A2 トラックにドラッグドロップして追加していきましょう。はい。そうすると、このように BGM を追加することができました。今回、オーディオクリップが長いので、長さを調整していきます。 動画と同じ長さに調整していきましょう。こちらカットしていきますね。はい。なので、レーザーツールに持ち替えていただいて、この再生ヘッドのところでクリックします。そうするとクリップを分割することができたので、選択ツールに持ち替えていただいて、後ろの部分のクリップを選択して、ートキーを押していきます。はい。これでカットすることができました。 ここで一つ注意点として今このように AdobeStock の中から BGM を選んでドラッグドロップして BGM をタイムラインに入れることはできるんですけど AdobeStock の有料版の素材を使用して実際にこのオーディオを書き出して使用したいというふうになった場合は追加したこの BGM の 右側を見ていただくとカートのマークがあってライセンス版というのを確認することができます。こちらアイコンを一度クリックしてみてください。そうすると AdobeStock ア,アセットのライセンスを取得というのでこちらの BGM を使用する場合にはライセンスを取得する必要があるのでこちらもし使用したい場合は続行を押していただきます。そこでライセンスを取得してください。次はボリュームを調整する方法をご紹介します。 A2 トラックにあるこちら BGM のクリップを選択していただいてエッセンシャルサウンドの編集こちら編集をクリックしてくださいそうすると会話ミュージック効果音環境音っていう風なオプションを確認することができます今回ミュージックの編集なのでこちらミュージックを選択してくださいそうするとこのように様々な詳細があるんですけど今回ですねこのラウドネスっていうところをクリックしてみてください 自動一致そしてリセットという項目があります。今ですね、一度 BGM ですね、再生していきますね。このオーディオメーターパネルを注目してください。はい、結構ですね、このマイナス6よりも少し上で、少し、ね、赤くなっているのを確認することができると思います。この ボリュームはご自身の、まあ、自由ではあるんですけど少しですね、大きすぎてしまう可能性があるのでこちら一度ですねちょっと波形を見やすいように音声があるクリップに対してはこの部分ですね V1 と V の間に合わせていただくとこのようにアイコンが変わりますのでこの状態で直感的に上に上げてあげるとこのように映像クリップが大きく表示されたりとかするので、まあ、こういった部分を是非ね活用してください。 はい、で今回このの部分ですすね波形の高さをちょっと注目していただきますで今回 BGM を調整する際に「ラウドネス」の自動位置を追加していくのでこちら自動位置をクリックしてみてください、はい、そうすると今分かりますか先ほどまではこの BGM がこの高さだったんですけど自動位置をすることで、はい、小さくなりましたこの状態ででは一度再生していきますね <music> はい先ほどまでマイナス6デシベルだったんですけど少しですね平均がマイナス18あたりに来ましたよね。こここののよううにラウドネスの自動位置をを使ととでで BGM 調整することができますまた今調整したけれどもう少し大きくしたいなとかもう少し小さくしたいなっていうふうに思った時はこちらクリップを選択した状態でエフェクトコントロール。 そして、このオーディオのボリュームっていうところがあります。このレベルっていうところを確認していただいて、こちらですね、アニメーションのオンとオフっていうのがあるんですけど、この状態で調整するとアニメーションがついてしまうので、こちらオフにしていただきます。この部分で、例えばマイナス15と入力します。そうするとマイナス15デシベルにすることができます。一度再生していきますね。はい。このように先ほどよりも、この BGM のボリュームを小さくすることができました。そして BGM を調整するときにおすすめのリミックスツールという機能をご紹介します。今回ご紹介するリミックスツールなんですけど、このツールパネルにあるリップルツールをですね、長押ししてください。そうすると一番下にリミックスツールというのを確認することができます。こちら、選択してください,、はい。そしてタイムラインパネルに持っていくと、このようにですね、 リミックスツールにアイコンを切り替わっております。今回のケースだと映像の尺が短くて BGM の尺が長いっていうふうな状態でした、はい。今回ね、リミックスツールは使わなかったんですけど、例えばこのリミックスツールですね。BGM。A2 トラックにある BGM を選択していただいた状態でもう少しこの BGM 長かったらいいのになっていう風に思った時に、例えばですね、こちら。 クリップの端を選択していただいて、自分が欲しい BGM の尺にこちら調整していきます。この状態で一度話しますね。はい。そうするとクリップの分析が始まりました。はいで。今処理が終わったんですけど、処理が終わるとですね、こちら、リミックス編集された部分にジグザグ線が表示されました。少しこのつなぎ目の部分を再生していきますね。 再生していきますこのタイミングですね、はい、このようにつなぎ目があるんですけど結構自然に聞こえますよね、はい。なのでこのリミックスツールを使えば BGM の尺をもっと伸ばしたい時、はい、このように尺を伸ばすこともできますし逆にもっと短くしたい時にはい。 ここのように短くすすることができます、はい、自分が使いたい尺に合わせて調整してくれるのですごくね今回皆さんに動画のカット編集そしてカラーの調整テキストの追加そしてエフェクトの追加で最後に BGM の追加という流れで今回解説をしてきました。 皆さん編集お疲れ様でした。それでは最後に書き出しを行っていきましょう。こちらですね。上にある書き出しのタブをクリックしてください。そうすると、このように書き出しの詳細ページが開きました。左から書き出し先、詳細設定、プレビュー、そして書き出しの詳細を確認することができます。今回ですね、この 設定というところを見ていただいて、まずファイル名を確認していただきます。今回、ルームツアーになっておりますので、こちらで書き出ししていきたいと思います。もし皆さんが設定したいファイル名がありましたら、こちらで希望のファイル名を入力してくださいで。また次にこの場所なんですけど、今回ですね、ルームツアーのフォルダをデスクトップに保存しておりますので、そのデスクトップにあるルームツアーに保存してねっていうことをこちらで 指定してあげます。指定するときは、この青い文字をクリックしていただきます。今回こちらですね、ルームツアーのフォルダに入れていきたいので、こちら開いた状態で保存をクリックします。はい、そうすると、デスクトップのルームツアーのフォルダに保存するってことを指定することができました。では、この次に、プリセットっていう項目があるんですけど、こちらプルダウンを選択していただくと、えー、様々な詳細があります。 今回ですね、はい、高品質 1080p HD を選択してください。はい。そして、あとですね、形式が H264 で問題ありません。ここまで設定することできましたら、あとはですね、右下にある書き出しをクリックしていただくだけで大丈夫です。書き出しをする前に1点注意点として、えー、皆さんに追加していただいたアゾビストックの BGM はですね、ライセンス版を取得していないため、もし SNS などに投稿する際は必ずライセンス版を取得する必要がありますので、こちら注意してください。今回私は BGM がない状態で書き出しをすることができました。皆さんも書き出しすることができましたら、一度ですね、Premiere Pro を閉じる前に、こちらですね、保存をしていきましょう。メニューバーにあるファイル、そして保存ですね。 こちらをクリックしますで。今保存することできましたので、プレミアプロを閉じていきましょう。はい、プレミアプロ、プレミアプロ終了ですね。こちらをクリックします。では最後に書き出した動画を確認していきたいと思います。フォルダをクリックしていきます。そしてこちらですね、ルームツアーの完成動画がありますので、こちらをクリックします。皆さんと一緒に作った このルームツアーの動画を完成することができました皆さんプレミアプロを使った初めての動画作りはいかがでしたでしょうか動画編集の流れを通じて一つの作品作りを体験していただきましたここまでの基本をマスターすればそれだけでも十分に皆さんが作りたいと思う動画を作ることができますまたこの他にもプレミアプロの豊富な機能を 無料で学べるチュートリアルやオンライン講座がございますので、もっと詳しく学びたいという方は、ぜひそちらも試してみてください。